太古塚古墳、棚塚古墳団の塚穴古墳軍団,団の塚穴古墳群の,の,の一団の塚穴古墳群は、徳島県三馬市三馬町房総、東宗重にある古墳群、国の史跡に指定されている。徳島県西部、吉野川中流域北岸の貸し団球場に映像された古墳群である。円墳2基から構成される。古墳2基は東西に約27メートル離れて並ぶ。 いずれも主体部の埋葬施設を両袖式の横穴式石室とし、銅針平面形、ドーム状天井などを特徴とする形態の石室である。同様の形態の石室は、美馬市域の古墳で知られており、本古墳群を標識古墳とする段の塚穴型石室と捉えられる。特に太古塚古墳の場合には、徳島県ひいては四国地方で、 最大級の石室である点で注目される。両古墳の築造時期は古墳時代後期頃と推定される。2期の古墳域は1942年に段の塚穴として国の史跡に指定されている。なお、周辺では白宝紀寺院の軍里廃寺跡が残る。太古塚古墳は美馬市美馬町房像にある古墳。墳形は円形で直径約37メートル。 高さ約10メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方に開口する。石室の規模は次の通り。石室は徳島県内で最大規模である。石材は主に結晶片岩で、壁面には悪石を、天井石、原門袖石には大型の自然石を配する。原質の平面型は中央部が膨らむ遠張り形である。 原質天井部は天井石七国が階段状に持ち送られることによるドーム状の形態とし、原質奥壁には石粒を付す。副装品としては鉄製品、水液などが検出されている。副装品の様相からは水槽が認められる。棚塚古墳は太古塚古墳の西にある古墳。墳形は円形で直径約20メートル。 高さ約7メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方に開口する。石室の規模は次の通り。石材は主に結晶変岩である。ただし太鼓塚古墳と異なり、原質の平面型は長方形である。原質天井部は、天井石五国が階段状に持ち送られることによる、ドーム状の形態とし、原質奥壁には石棚を付す。 副装品は知られていない。所在地交通アクセス関連施設、周辺太鼓塚古墳に関するカテゴリー、棚塚古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。